You're currently watching Duckman Yoshi TV. 歴代ダンクチャンピオンからスタメン選抜してみた。What's going on guys? ダンクマン吉です。昨日も一昨日も目が覚めた時に、あ、夢だったんじゃないかなって、 NBA がなくなったことも、コービーがなくなったことも、全部夢だったんじゃないかなって一瞬思っちゃいますよね。それぐらいなんかこう、現実離れしてるというか、考えられないというか、逃避したい現実というか、本当に今、その NBA 好きにとってはそういった毎日ですよね。コメントでよくね、ダンクマン吉もっと感情入れて喋れよとか、もっと嬉しそうに笑顔で喋れよとか、めちゃめちゃ見るんですけど、これがね、自分なんですよね。イントロバート。本当に可愛いレナードとかデレック・ローズタイプで、まあたまにテンションが上がったとしても、What it do baby? What it do baby? もうこのくらいまでしか上がらないですよね。僕のことを直接知ってる人はよくわかると思うんですけど、プライベートでもこんな感じなんで基本変わらないっすよ。ただスポーツとかになるとよく人が変わるって言われますね。やってる時声がよく通るというか出るというか、もうこれは自然ですよね。小さい頃からスポーツずっとやってるから、しかもアメリカの文化でも長いことスポーツやってるから、普通にストリートでバスケやっててもエンドワンとか叫びながらいつもやってますよね。とまあオープニングトークはこれぐらいにして、今回はね、まあダンクマン吉はダンクが大好きということで知られてるんですけど、今回の企画は歴代のスラムダンクチャンピオンで最強スタメンを作ってみようと、そういった企画です。これはどういったことかというと、歴代でスラムダンクコンテストを勝ってきた人たちのうちから最強の5人を選んで、それでスタメンを作ってみると、まあ、多少のねポジションのズレとかあるかもしれないんですけど、その辺はご了承ください。まず歴代のスラムダンクチャンピオンって聞いて、皆様今たくさん頭の中に歴代チャンピオンの顔が浮かんだと思うんですけど、僕が考える前にあなたもぜひ少し時間をあげるんで、ぜひ考えてみてください。はい、皆さん決まりましたか？それでは僕のまずはセンター部門から発表していきたいと思います。歴代スラムダンクチャンピオンからの選抜選手、センターはこの方です。ドワイト・ハワードね、2008年に勝ってますね。もうこの頃のドワイト・ハワードは全盛期でしたよね。ある意味無双してましたよね。自分の中で一番印象残ってるあの時のダンクは、あのスーパーマンの格好をして距離を飛んだやつが一番印象残ってますね。このコンテストには他にはジェラルド・グリーン、ルーディ・ゲイがいたんですが、決勝はドワイト・ハワードとジェラルド・グリーンで、しかもドワイト・ハワードの圧勝と、まあこのコンテストに関してはドワイト・ハワードが飛び抜けてましたよね。ということでドワイト・ハワードがセンターです。はい、ということで次は4番パワーフォワードはこの方、ブレイク・グリフィンです。一番印象に残ってるダンクは、あのバロン・デイビスのアシストで車を飛び越えてダンクしたやつ、あれが一番記憶に残ってますね。このコンテストの他の出場者は有名選手ばかりで、ジャベオ・マギー、デマー・デローザン、そしてサージー・バーカー、そんな中ね、決勝はブレイク・グリフィンとジャベオ・マギーでしたが、ブレイク・グリフィンが勝ちましたね。ということでパワーフォワードはブレイク・グリフィンです。ということで次は3番スモールフォワードの発表です。ビンス・カーター、いやいやビンス・カーターフォワードじゃねえしとか思ってる人もいると思うんですけど、まあまあ今回はフォワードで、ちょっと自分の中ではガード部門が埋まってしまってるんで、まあでも彼ならスモールフォワードぐらいならできるでしょう。2メートルの巨人を飛び越すぐらいの跳躍力を持ってるんですから。もうこのダンクコンテストに関しては歴代で一番良かったという声も多数あるくらい本当に印象に残ってますね。これね、本当に僕が NBA を見始めたぐらいの時期だったんですね、これがあったのが。だからすごく印象に残ってますよね。当時小学生とか中学生でもう子供ながらにリングに腕突っ込んでたり股を抜いたりしてたのが本当に斬新で、インパクトがすごかったのを覚えてます。このコンテストは他にスティーブ・フランシスや彼のいとこトレイシー・マグレーディも出てましたね。ですがもちろんビンス・カーターの圧勝、 It's over っていうのね、あれも良かったですよね。個人的にあのコンテストの彼のダンクで一番好きだったのは360の360度回ってからのウィンドミュー、あれが一番かっこよかったですよね。あの腕突っ込んだりするやつも難しいんですけど、こう美しさという意味ではこう回って腕も綺麗に回して綺麗に決めていたので、あのダンクがダンクコンテストの歴代1位と言っても過言ではないと僕は思ってます。はい、それでは次は2番シューティングガードの発表です。コービー・ブライアント、彼は97年に優勝してますね。他のこのコンテストにおいての出場者で有名どころはレイ・アレンとかマイケル・フィンリーとか、レイ・アレンはねダンクというイメージないんですがね、この大会では出てましたね。個人的に一番好きだったやつは普通にあの股を抜いてダンクしたやつ、この大会ではあれが一番好きでした。はい、それでは最後、皆さんも大体予想つくと思うんですが、ポイントガード発表していきます。
NBA の神様マイケル・ジョーダンです。彼は87年と88年に優勝してますね。僕が生まれた年ですね。そう考えるとやばいですよね。あのドミニク選手とバチバチやり合っていて、でもやはり一番印象に残ってるのはフリースローラインからのダンク。よくねポスターとかでもあのシーンが額に飾って売られてるんですけど、それくらいこう絵になるシーンでしたよね。はい、ということで僕のスタメンはこんな感じです。1番マイケル・ジョーダン、2番コビ・ブライアント、3番ビンス・カーター、4番ブレイク・グリフィン、5番ドワイト・ハワード、そしてあえてシックスマン、1人だけベンチ入りを決めるとするとザック・ラビン、彼をシックスマンとしてベンチに置くと。まあこんな感じですかね。皆さんも5人考えてもらったと思うんですけど、今回選んでみてどうでしたか？それとこのスラムダンクコンテスト選抜チームで優勝できると思いますか？ぜひぜひコメントしてください。はい、ここから NBA ニュースです。ジャズのルーディ・ゴベールは今回感染が発覚する前に軽率な行動、マイクを触ったりしていたんですが、 NBA はこの行動に対して罰金は課さない方針でいくそうです。ですがジャズの他の選手たちはこの NBA が注意警報を出していたにもかかわらず、選手の持ち物を触ったりふざけていたルーディ・ゴベールに対してかなり怒っているそうです。ある専門家はルーディがアメリカを救ったと、そういったコメントをしている人もいるようです。まあ、これの真意は彼の感染が発覚したことによってアメリカがより真剣に取り組むようになったと、多分そういったことだと思います。この感染が発覚した選手、彼らはこの選手が感染したとかしてないとか、そういった情報は表に流れるべきではないと、とてもストレスになっているそうです。 NBA はこれから全ての NBA 選手に対して検査を進めていくつもりだと、そういったコメントを残しました。 NBA の会長アダム・シルバーが声明を出したんですが、その声明の内容は全ての選手はそのホームに留まるようにと、そしてできる限り自宅に待機して練習も禁止だと、そしてチームの専門ドクターと少なくとも1日1回は話すようにと、こういった指示を各チームに出したそうです。 NBA のシーズンがずれた場合8月に終わる可能性も出てくるそうです。キャバリアーズのケビン・ラブがこの NBA の試合がない間仕事に困るキャブズのスタッフやアリーナに対して約1000万円の寄付を行いました。これは素晴らしいと思います。そしてキャバリアーズはチームとしてもその本来試合があったら働くはずだったスタッフなどにもちゃんと給料を払っていくと、そういった方針でいくそうです。解説者のチャールズ・バークレーも現在感染の疑いがあり検査を受けているそうです。ゴールデン・ステート・ウォリアーズは症状が出ない限りは検査すらしないと、そういった方針でいくそうです。ブレイザーズのCJ マッカルムは絶対にシーズンはすぐに再開すると、そういったコメントを残しました。また新しい写真で一言のお題出したんで、僕のツイッターからどしどし参加してください。もうすでにたくさん意見はいただいてるんですけど、こんな企画やってほしいとかアイディアある方はどしどしとコメントくださいね。ダンクマンよしとしてもネタが足りないので本当に助かります。はい、てな感じで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。